おはようございます、ひろちです。ちょっとこの格好を見てもらいたいんですけど、今から何をするかというと、今日は土曜日なので、1週間に1回のプチ大掃除をしたいと思います。ではどうぞご覧ください。今から洗濯物を干すところからスタートいたします。中で干して外に干すパターンですね。私最初にすることはこれですね。持って水やりは1週間に1回しないといけない。すいません、色物、入れ物とかがなくて、これは1週間に1回、根っこのところをですね、この根っこのところは、水につけないと枯れてしまうので、こうやってちょっと休ませておきます。はい、ではモップから始めます。次に暑いですね。これこう見えてもこんな簡単な感じのコードレスの掃除機なんですけど、ゴミがあんまり取れません。で、次に
めた疲れてきた。放置することも10分ぐらいなんで、その間にちょっと拭き掃除ですね。ファブリーズを私しつこいんで、しつこい性格なんで、ここのこういうとこもとりあえずゴミ溜まるじゃないですか。ゴミ知らないうちに溜まりますよね、ゴミの野郎が。なので私もしつこくします。なんでも最初の感じですよね。ここからのアングル。そろそろ疲れてきたんですけど、今リビングの拭き掃除終わりました。ちゃんとこうやってテレビ台もこうやって動かしてちゃんと後ろも拭きました。テレビの後ろとかいつの間にかホコリがするでしょ。めっちゃもう引っ越して何回もその後ろのを見てびっくりしたものが、テレビの後ろ、冷蔵庫の後ろ、洗濯機の後ろ、この3つですよね。なので私はいつまで続くかわからないんですけど、1週間に1回必ずその後ろの掃除をちょっとやっていきたいと思います。それができるのはこの冷蔵庫にしてもちっちゃいから軽いじゃないですか。結構すぐ動くんですよね。それだからできることであって、これが結構簡単に動くんですよ。こういう感じです。やっちゃう。で、後ろ姿失礼します。激落ちくんってちゃんと100均までも100均の激落ちくんもちゃんと落とせますよね。多分油とかも飛ぶんで、これマジックリンですね。これはまあ少々あんまかけるから、料理をするときにここのですね、ここのここです、ここの段差があるここにホコリが出てる。寝てます私。疲れてきましたけど、最終ここの私はここの洗濯機の裏を一番こだわってるんですよ。なんでかというと引っ越す時にびっくりするぐらい周りっていうか洗濯機の後ろとかがホコリがすごくないですか。この洗濯機ってなんでっていうぐらい結構こういうとこ、こういうとこに知らないうちにこの辺とかも汚れませんね。なんでかなと思って、ここ別に水はここのホースを取って下に行くのちょっとうるさいですね。私すいません。なんでここ、こだわり、私のこだわりポイント、ここの掃除ですね。で、これもちょっと、拭いていただいて、水、ここの間を拭きます。
ませんね、ここら辺とかなんか埃が、なんでそんなに埃がするかっていう。なんで私ここちょっと今から入りますので、この隙間に入ります。複雑な形が複雑なんですよね、ここ。今までちゃんと手の届くところまで、手まあまあ長い。こういうとこ、ね、こういうとこが汚れるんですよ。なんか知らないんですけど、熱いと思うんですけど。でも問題はですね、めんどくさいんですよ。ここですよ、見えますか、このホース、このホースの裏。こういうとこにも溜まるんですよね、ホコリが。なぜかしら、ここにも入り込んで。手が取れなくなって、運動と思いながら、皆さんもしてみてはいかがでしょうか。とても運動になると思います。決して潔癖症とかじゃ全然ないんですよ。だって私大型だから、まあまあな大雑把な性格で、長く住みたいと思ってるんですよね。まあ分かんないですけど、なるべく長く住みたいと思ってるので、まあ、この土曜日か日曜日にするこのプチ大掃除をこれからも続けていきたいと思ってるんですよね。で、ここ終わるじゃないですか。次は水量のトイレですね。トイレの床を掃除して、まあ、終わりっていうことになるんですけど、ちょっと見せてないんですけど、ちゃんと玄関の床も拭きましたから、さっき。疲れるんで、これ絶対まあ、3キロぐらい走ってきた感じぐらいになるんじゃないかなって思ってます。なので、ちょっと運動不足だから、こうやって掃除で、ね、運動不足解消になるなら、家は綺麗になるし、良くないですか、なんか。え？いいでしょう。トイレさんの床掃除していきます。はい、トイレ掃除は毎日やってるんで、私、お風呂掃除とトイレ掃除は毎日やってるんで、今は床を拭きます。終わりました。はい、私のしつこい掃除見ていただきました。しつこいですよね。自分でもしながらちょっと面白いなと思うんですけれども、まあ、綺麗さを保ちたいという気持ちと、この家に感謝を込めてしてます。で、ちょっと疲れたので、私これ知ってます、これヤンヤンつけ棒で、懐かしいですよね。これをちょっと疲れたので甘いものを食べたくなったので、この粉が散らからないように気をつけて食べていきたいと思います。はい。あ、エゴついとる。すごい、これおみくじになっとる。冬服。これクイズですね。冬服を夏服に変えることを何という。答え、衣替えで、もうすぐにこう、すごくないですか、可愛くないですか、この細やかさ。これ、まあ皆さんもゴールデンウィーク何日目ですかね。私は、
木、金、土、ん？去年で月、火、水、あ、水、水か、水、木、金、土、4日目半分ですね。アラフィフ、一人暮らし、まあ子供ももう大きいとなるとなんか楽じゃないですか。言っても楽でしょう。まあ楽、まあいいこと楽、悪いこと不安みたいな。実際ね、老後どうなるのかなって実際ちょっと思うじゃないですか。まだちょっと思わないんですけども、多分60歳ぐらいになったら思うんじゃないですかね、うん。まあ、あの先のことを考えてもってみんな言うじゃないですか。私はあの結構先のことを考えるタイプです、こう見えてめっちゃこぼした。皆さんは先のこと考えますか？まあアラフィフになるといろんな思いがありますよね。皆さんもあるでしょう。なのでやっぱり今は自分の仕事をしっかり頑張るっていうことですね。自分の老後のために、はい、お家掃除あのやりすぎよとか、そこまでせんでいかないとみたいな、あの冷蔵庫まで動かしてからって思われた方とか、あでも綺麗になったら気持ちいいよねとか共感していただける方も、皆さんあのよろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、では今日も最後までご視聴くださりどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。